丸亀ブルーナイタートランスワードトロフィー2024 4日間の短期決戦、制するのは果たして誰か。水面上第12レース優勝戦、1号艇西島よしのり、2号艇マトリ翔太、3号艇今泉優吾、4号艇西岡健信、5号艇平尾貴則、6号艇松田大志郎、以上6名の対戦です。定番通りの進入となっていきそうです。インコース1号艇西島よしのり、通算99回目の優勝のゴールへ向けて逃げるのみです。2コース2号艇マトリ翔太、自身3度目の優出、初部位になるか。3コース3号艇今泉優吾、3日目連勝での優出、その勢いのままに優勝のゴールへ。引いていきます。角の4コース4号艇西岡健信、地元勢として唯一のファイナル進出、角からの勝負。5コース5号艇平尾貴則、前節優勝モーター55号機を相方に5コースから迫ります。最アウト6コース6号艇松田大志郎、前走江戸川に続いての連続優勝を狙います。スタートまで間もなく10秒。第12レース優勝戦、進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。わずかに3コース4コース好スタートか。3号艇今泉、4号艇西岡、インから先に回ろうと1号艇西島、さす2号艇マトリ、まくり差しのハンドル、3号艇今泉バックへと入ります。先頭は3号艇今泉、2番艇1号艇西島、3番艇4号艇6号艇さらない状況、内々からは5号艇平尾、スタートは正常です。一周にマーク、先頭は3号艇今泉、2番艇1号艇西島、3番艇内から5号艇平尾、外を行く4号艇西岡、ホームスレッジ。先頭は3号艇今泉、2番艇1号艇西島、3番艇4号艇西岡となっています。レースは2周目に入っています。2周1マーク、先頭で回っていく3号艇今泉、2番艇1号艇西島、3番手から外を行く4号艇西岡、バック側も2番手優勢は1号艇西島、3番手に4号艇西岡となっています。上位体系は3番1番4番、レースは2周2マークです。2周2マークからホームへの旋回、先頭で折り返してきました3号艇今泉優吾、2番手1号艇西島よしのり、3番手4号艇西岡健信、3番1番4番、レースは最終周回へと入っています。2番手3番手がやや近い状況、先頭は3号艇今泉、2番手走る1号艇西島に対して外を行く4号艇西岡ですが、2番手守るのは1号艇西島、3番手4号艇西岡となっています。上位体系は変わらず3番1番4番、レースはラストコーナーです。今年5回目、丸亀では初めて、通算14回目の優勝は目前。先頭3号艇今泉、2番手1号艇西島、3番手4号艇西岡、3番1番4番、先頭3番今泉優勝の五輪、2着1番西島五輪、3着4番西岡五輪、5番6番2番と五輪です。